ブリタチャンネル。ハロー、サスケです。アコギング。あなたね、今鬼滅の刃めちゃくちゃハマってますね。そうなんです。企画で、ね、漫画読んで大ハマりして、でも企画も何本か撮ったじゃん。今日はだからまた鬼滅の刃企画を用意しました。本日の企画は、全員が食べていたご飯で1週間生活。うわー、ウルトラさんがさ、なんか鬼滅の刃飯みたいななんかやってたけど、しっかりやってましたけども、あれ3日間で漫画の中に出てくるご飯だったら、俺鬼滅の刃で食べてるシーンがさほど俺あるっていうイメージがないの。そりゃそうでしょ、人間食ってるシーンの方が多いってそれはもうウルトラさんがやってるわけよ。違う、ご飯食べるやつだから、もうそれよりも難しいのちょっとやってみようって。炭治郎じゃなくって、はい、善逸。炭治郎はもういっぱい出てるからご飯食べちゃってる、いっぱい。だって善逸さんはあれです、後から合流の途中いないみたいなところもあるよ。でもすごい人気なのよ善逸って。まああるよ ね、人気あるよ。だから今回その善逸さんにピックアップして、怖いよ善逸さん。おねだねだねだ、ヘキレキ一戦しっかり読んでるこの人。あるのかな、読み返さないちょっと思い出すな。そうだ、こうバーって自分で探してあったのやつをもう好きなだけ食べていい。え、同じもの食べていいの？もちろん何個でも食べていいですよ。ただね、とっても難しいんです今回。厳しい戦いになると思うんで、2回だけちょっとチャンスをあなたに与えたいと思います。2日間だけルーレットを回して、そこにキャラクターが書いてあります、うん、そのキャラクターが食べているご飯を食べていい日にします。なるほどね。それじゃあそのあなたに素晴らしいプレゼントがあります。こちらになります。じゃじゃーん、すげー。せっかく善逸になってもらうんで、俺炭治郎のね、人狼の時に羽織ったんじゃない、うんうんうん、で今回は善逸です。善逸もあるんだ。じゃあ善逸カモン。うわー、出ました完全に善逸じゃん。しゃー、髪もあとは刀があるのみ。そんなね、欲張らないで、そこまで準備しないっすよ。いや、そこに見えてます。言うな、ジャッキーもらおう。いやー、おっ、すげえ、この稲妻が走ってるこの中かっけー。もう全員になっちゃった。おお、これもう1週間乗り切るね。いや、乗り切るしかないですね。それでは全員の食べたご飯で1週間生活いってみよう。やってやるよ。はい、漫画本持ってきました。1巻ずつ読み漁って出てきたものから食べていく。1日少なくても2食食べたい。あのね、善逸は出てこないでしばらく。3巻目でほら見て、出てきました一発目。炭治郎のおにぎりをもらって食べてます。これ俺が買ってくるんですか？そうです。この格好でスーパー行くの？それでもいいし、着替えてもらってもいいし。やばいよこれ言ったら。とりあえずじゃあ今日のお昼はおにぎり買ってきました。スーパーに昆布しか売ってないという悲劇。いただきます。うまーい。どこで買いに行かれたんですか？なんかいいだろう。はい、食べ終わりました。いや、なんかいけそうな気がする。夜になりました。4巻から続けていきたいと思います。で、俺の記憶が確かならば、そう、これこれこれ、定食みたいな用意されてる。魚とご飯とお茶だわこれ。よし、じゃあちょっと魚買ってきます。買ってきました。今日の夜は魚とご飯とお茶です。いただきます。サバうまい。鬼滅の刃が大正時代のお話、大正っぽい感じだね、やっぱりね。このご飯出てくるご飯とかも、ちょっと大正のご飯ってどんなのか分かんないんだけど、これ今んとこ順調っすよ。まあ1日目だから当たり前か。で、ここからはね、俺の記憶が確かならば、あんま出てこないと思うんだよな。でも俺にはルーレット2回あるんだ。まだ食べてるイメージが強いのが甘露寺さんなんすよ。みんな知ってます？甘露寺さん、セクシーダイナマイトの。よっしゃ、それでは1日目、雷の呼吸終了。こんにちは、赤妻です。昨日は4巻まで読んで、今日5巻から読んで、新しい食材探しをね、旅に出たいと思います。あ、出てきた。全員出てきました。ベッドに寝てます。ベッドでなんか食べてないかな。薬飲んでるわ。さすがに薬よな。ない。これ煉獄さんが飯食ってるな。弁当食ってますよ。なんか一緒に食べるみたいなことないんかね。食わへんよっかーい。うん、善逸がなんか持ってるぞ。炭治郎、まんじゅう無断でもらってきたから食おうぜ。まんじゅう持ってます。あ、でも食べずに終わってるわ。アボさん、まんじゅう持ってるんですけど食べてない場合はどうなんですか？持ってたら食べてるでしょ。まんじゅうゲッチュ。まんじゅうの呼吸買ってきました。いただきます。うまい。うん、それでは今からですね、外で撮影があるので、また帰ってきてから続きを見たいと思います。うわ、なんか食ってる。アボさん、すいません。一緒に何かを食べてます。一
緒に食べてますね。オッケーでしょう。何ですかでもこれ。この感じおせんべいです。これもう全部アゴキングの想像飯やん。せんべいが夜飯せんべい。さ、もうちょい探すわ。9もない。これはせんべいになる。10もないでしょ。No, no, no, no。 ちょっとあの大量せんべい買ってきますわ。買ってきました。せんべい。もう今日せんべいで腹いっぱいにしちゃうよって。せんべいとお茶のシーンなんですけど、もうこれで休暇で約半分いっちゃったんですよ。残りのね半分で5日間過ごさなきゃいけないっていうのは本当に絶対無理なんで、これ以上先進めません。今日はせんべいで終わらせる。どんで買ったのいいって言ってたんで大量に買ってきました。もう腹減ってるからバカが食ってたもん。チュン太郎、チュン太郎。あ、ちょっと待って。チュン太郎。今撮影場所に来てるんですけど、ここになんか食べ物もあったりするんですけど、俺は善逸のものしか食べれないので、磯辺餅、善逸が磯辺餅をこの串に刺さってるやつを食べてるシーンを見つけたのでこれ食べます。すごいヘバリーゼ。皆さん、サスケさんが磯辺焼き食べてますよ。いいの。食べたい。あなた方は言うべき。これ食べても他の食べれるから。私はこれしか食べれないから。じゃあ帰りなんかどっか寄ります。いや俺もいるよ。俺もいるよもちろん。ラーメン食べよう。ラーメン。いや焼肉とかも食べたい。ちょっと自分たちの金払うんだよ。怖いこと言うなよ。撮影終わって家に帰ってきました。15巻の磯辺揚げをさっきの撮影場所で食べたんですよ。で16巻目に出てきました。これ魚とおにぎり食べてるんですよ。一応扉だけど、これね聞いてもらえる。今18巻まで出ててもう16いってんの。3日目で何言ってるか分かるよね。1週間無理だから俺頭いいですから出します。え魚とおにぎりあるけど1回のターンだったら何個食べてもいいわけだよね。ああ、もちろんでも魚とご飯を分けて食べます。なるほど、ね、頭良くない。だから俺はコンビニでおむすびを5個も買ってきました。それで魚は明日に残す。なかなかいい作戦じゃないですか。だって3日目です。残り3巻ってやばいもん。この1週間以内にさ19巻出ねえかよ。いや雰囲気からすると19巻飯食ってる場合じゃない。そうなんだ、分かってる。もうこの巻ぐらいからやばいんだから。もう17巻あたりからまたとりあえずやっと米だな。うまっ。あったー。とりあえず3日目終了です。これでお昼になりました。ちょっともったいぶって昨日おにぎり5個で締めたんですけど、魚をもうこのお昼に食べようかと思ったんですが、もう4日目なんでここでちょっとルーレットぶっ込みたいなと思います。別のキャラクターの食べ物をその1日だけは食べれるっていう、このルールなかったらマジで無理だった。梅雨物を食いたい。蕎麦とかパーッと見てきた中で汁物ありそうでした。いやなんか炭治郎がなんか蕎麦食ってた気がするんだよね。なるほどね。キャラクターが何が入ってるかによるよね。炭治郎は入ってないと、それではルーレットはこちらになります。鋼塚さん、炭治郎、伊之助、義勇さん、加賀谷さん、甘露寺さん、煉獄さん、姫島さんで、鋼塚さんってなんか食べてたっけ。包丁研いでるだけのイメージがないんだけど、いやこれちょっと外れだな。どう考えても炭治郎だろうか。甘露寺さん、炭治郎か。全集中しなくていいですか。全集中しなくていいんですか。カモン全集中、雷の呼吸、一の方、ヘキヘキッスン。炭治郎か甘露寺さん、頼む。煉獄、煉獄さん、なんかお弁当食べてるシーンを見たよ俺記者で。でもさこれさ1ターンにそのシーンのものしか食べれないわけだから、もしお弁当食べてるシーンのみしか煉獄さんが食べてるとこなかったら絶望。今日は1日煉獄さんのご飯で行ってみましょう。ちょうど煉獄さんのシーンがあります。まず弁当食べてるシーンね。これうまいうまい言いながら食べてますよ。ちょっと待ってね。多分ないっすね弁当しか。煉獄さん、あれから数時間経ちました。昼ぐらいからタイにタイへ。今日はこの1回しか食べれないから、この1回に全てをかける。なのでもう2個買ってきました。牛鍋弁当。まさかの煉獄さんは1回分しか食べてないとは。過去に魚おるシーンがあってそこで食べてるかなと思ったんですけど、食べてないんですよね。ちょ煉獄さんの声か分かんないんだけど、煉獄さんっぽく食べるか。いただきます。煉獄は好きじゃの。じゃのって言わないから。この2個を食べて満腹以上の満腹にさせて、もう早めに寝る。煉獄は寝ます。煉獄ごちそうさまでした。おはようございます。お腹すいたんですぐ食べたいんですよ。で今ここにね魚を用意してるんですよ。じゃーん、うまそう。
うめえ。食べながらでね、ちょっと恐縮なんですけども、見よう漫画を。審査委員長、扉絵みたいな感じで魚とおにぎり食べてて、めくっていくと再び魚を食べてるんですよ。これは一回に入るんですか？ちょっと違うんで別でいいでしょう。ありがとうございます。はい、夜はまた違った魚を食べます。今日は一時魚でいる。夜ちょっと前って感じです。今日は魚尽くしデーということで魚を買ってきました。よかった、でも16貫に2回分あって。今日は鮭ですね、鮭とサバです。はい、あと2日なんとか生き延びたいと思います。6日目、1日残して今日もうルーレット勝負に出ようかなと。オッケー。炭治郎か甘露寺さん。いやー、甘露寺か炭治郎。オッケー。あ、ちょっと録画できてないからもう一回やってもらおうか。あ、マジで嘘です。この18巻までに10回食べてたら今日10週食べていいってことだよね。10週食べてます。オッケー。何時代いっぱい食べてた。めっちゃ多分一番食べてる、やっぱ主人公だし。で、昨日俺魚しか食べてないからマジ嬉しい。また1巻から読み返すのはちょっとあれだけど、お魚とおにぎりは一回置いときます。ちょっとなんか違うの食べたいの。今日何食も食べよう。なんかそば食ってる。うどんだね。あれ、うろこ滝さんとなんか鍋ついてなかったっけな、どっかのシーンで。かしわ餅みたいなの食べてる。うわ、出た、かりんとう。超いいじゃんこれ、甘露寺さんと一緒にご飯食べてるやつ。あ、でも魚だ。出た、鍋ついてる。じゃあゲットしたのはうどんでしょ、かしわ餅、鍋、かりんとう。これを今日目いっぱい食べたいと思います。まずはうどん。はい、うどん買ってきました。じゃーん、いただきます。冬はこれだろ。昼ぐらいだけどこれ朝飯だと思って、あとほんと2食、今日は堪能してやるって感じで。炭治郎は前日と比べてもういいもん食べてんな。みんなで恵方巻きを食べれるそうです。私はもう桜餅とカリーと食べちゃおうかな、なんて。甘味はええの。やっと食べれたね。うん、お昼にうどん食べれたんですよ。おっ、うわ、でかっ。恵方巻き一口で食べなきゃいけない生活ですか？うん、まい。パンダのブラックホール見たいって人すごい多いよ最近。やってみていい？え、こんな入るんですか？今回俺の回なんで持ってくるんです。カリンとって甘いんですか？え、食べたことないの？食べたことないんで食べてみていいですか？いや、いいよ食べなよ。いいですか食べて。すごい食べづらいんですけど。食べづらいんですけど。わなかもしれない。わなかもしれない。どう？もいい、めっちゃうまい。カリンとごちそうさまでした。ごちそうさまでした。すみません、貴重な食料を分けていただいて。いや、大丈夫。視聴者さんがどう思うか。いやいや、わなだった、やっぱり。お待たせします。鍋、これはですね、味噌り鶏鍋を買ってきました。うまそう。いただきます。あーね、今日が一番充実、そして明日で終わり。見てる人は知ってるかもしれないですけど、ほんとこれ戦いのシーンばっかだから、食べ物が下手したら出てこない可能性は大いにある。あー、無理だ。最終日です。やっとここまで来ましたね。あとこの3巻分で終わりです。早速読んでね、終わりを迎えたいと思います。お、善逸出てきました。昔のシーンでね、善逸がご飯持ってますわ。これご飯と味噌汁となんかおしんこみたいなと、これ多分鮭ですね。で、善逸の出番がもう終わっちゃったって感じ。18巻まで終了。さっきの17巻のやつでもう最後だね。これで今日一日を生きていくしかないっていうことは、鮭と大量のご飯でも最後におしんこと味噌汁で終わらせよう。お米を炊いて鮭を買ってきました。てんこ盛りご飯鮭。なんかこれ中辛みたいな、なんかよくわかんない表記されてて、ちょっと塩辛いのかな。いただきます。あ、ほんとだ、結構しょっぱい。ご飯に合うってことですね。私は善逸が柱になるまで応援し続けます。夜です。これがラスト、赤スマ善逸イーティングです。味噌汁とおしんこみたいなやつ。味噌汁にはカニを選びました。終わりだからこれで。皆さんお気づきですか、これ今19巻、実はさっき買ってきたんですよ。これ19巻めちゃめちゃ面白いですよ。人気投票開催。ちなみに連載何周年記念でこれやるんですよ。何周年でしょう。せーの、3、3、4。パナさん正解。大体わかんねえかな。5巻で1年なんですよ。わかります。みなまぎりん、こっちメインだから。それぞれの人気言いましょう。じゃあ、これはもうね、煉獄さん推しだから。僕は善逸。あ、じゃあサスケが善逸やっちゃってるよ。サスケさんのがやっぱ似合うと思います。俺一言も喋ったんで落としめるのやめてもらっていい？パンダさんは文一郎。へー、なんでですか？トキトさんですか？いや、俺泣きそうになったからさ。俺の味がすごいぞ。いやいや、
皆さん何ですもん。え？カンロジさん。あなたカンロジさんね。パンロさんは。炭治郎。翔ちゃん。鬼の類です。なるほどね。正解はカンロジさんです。好きというかね、やっぱあの人が出てくる時だけ世界観ガラッと変わるんですよ。あれいいんだよね、あの空気感変わるの。え、無視？それ食べ終わりました。終了です。それでは皆さん、こちらの鬼滅の刃ぜひご覧くださいませ。いろんな食べ物が出てますと言ってもですね、大正時代のお話ですので、お米、お魚が多めでした。次回私の中でやりたい企画が一つございます。それはまたいつか。それでは1週間前日のこと詳しくなってよ、食べになったよ、19回読みたいよって方はチャンネル登録、高評価お願いします。それではありがとうございました。さようなら前日。トンジロー。アニメだとそんな感じなの。トンジロー。え、何の時間。